これ結構難しいと思うわ。そう、スバルが思う親友になれそうな同性のタイプ。難しいの、簡単ではないのか。うん、ルーナでもおめえなんか今日ハムスターみたいな顔してんな。ああ。横顔ハムスターなんだけど。どういうことよ。あ、僕のハムスターじゃね、今日ルーナ。確かに、ぷくってしてて可愛い。ハムスター、シュバなんかいつもルーナタンを何かに例えてない？今日はなんかハムスターみたい。ルーナタンがこう横向いてるからハムスターっぽいってことでしょ？この間はおまんじゅう、まんじゅうみたいな顔しやがってとか言ってたし。横顔だったから、今日ずっとこう横顔になっちゃったからなんだよ。ぷにぷに行きたいってこと？ぷにぷに、ぷにぷにしないで。ルナタンのチャームポイントこれなのかな？ほっぺマウスパッド？でもルナタン正面だと別にぷにぷにしてなくない？横今日すごい向いてたからだよ。ちょっと指で触らないで、チュンチュンしないで、みんなちょっとやめてよ。プニプニのほっぺツンツン、プニプニのお腹もツンツンで、毎回思うんだけどさ、なんかちょっと一言あげたまえ。プニプニのお腹って見たことないだろ。プニプニのほっぺツンツンの後なんでお腹プニプニっちゅった？なんなのなー。ルナタンがお腹プニプニしてるかどうかは、いつかホロラーブ様が来たらわかるんだ。そしたらルナタンのきっと引き締まったお腹が、ふふふ、一緒またお腹が出るから。シュレディンガーのお腹、想像の中、想像、想像の中、ルナタンプニプニじゃないもん。ちょっと女の子は脂肪が多いから筋肉ではないけど、そんなちょっとだけだもん。プニルのちょっとだけだし。なんだよ、ルナイトはプニュプニじゃなくてブニュブニでしょ。ブニュブニの人は言っちゃダメ。ルナタンそこまで言ってないのに、みんながどんどんブニュブニにさせてくんだけど。ルナタンそこまで言ってないもんね。プニュプニじゃない、もうちょっとプニュプニだもん。ぷよんぷよん、ぽよぽよ、ぶよんぶよん。